俳優の竜星涼と八木莉可子が W 主演を務める日本テレビ系連続ドラマ「潜入兄弟特殊詐欺特命捜査官」毎週土曜後10時の第7話が16日に放送された。特殊詐欺組織幻獣の敵対組織である九刀流の部下信濃と名乗る女が登場した。今作は同局系人気ドラマ「大病院占拠」「真空港占拠」「ボイス110緊急指令室」のチームが結集したオリジナル作品。父の命を奪われた兄弟が巨悪犯罪組織「幻獣」への命を懸けた復讐劇を展開する。流星は元警察官で正義感と行動力を併せ持つ兄渡良瀬喜一、八木は超一流のホワイトハッカーで大学生の妹渡良瀬優希を演じる。